ちゃ嬉しかった。今日はなんで袖がないかというと、じゃーん、ちょっと嬉しくてテンション上がって、もも来たかったし、ちょっとみんなも喜んでくれるかなと信じて、ちょっとチアの衣装着ちゃいましたちょっと着ちゃいました。うん、もうね、ちょっと普通の服じゃちょっともものテンションじゃちょっとね、テンションが上がってたので、チアを着ちゃいましたチアを着ちゃいました。にゅー、ありがとうございます。素直に喜びますので、ありがとうございますにゅー、ありがとうございます。もう似合ってるけど、ここブルーマでしょ。いや、絶対違うでしょ絶対違うでしょ。皆さん喜んでおりますので、ありがとうございます。下履いてるか、ほら見えないね寒くない。え、なんかモモの部屋も暑いんだよね。そう、前髪は目にかかるとちょっと邪魔だったのであげちゃいましたそう、昨日もあげてたんですけど、もう普段あんまりね似合わないから出さないんですけど履いてるんか、それ履いてるでしょもう本当に皆さんありがとうございます。ということでですね、早速ですね名古屋城の生まれた名前の札、名古屋城ありがとうございますイエーイありがとうございます。目は大丈夫、目はもうこれはあと、そう、今別に外してもそんなに変わんないんですけど、ちょっと普段からそんなに二重ではないんですけどちょっとなんかいつもより目が腫れてて、あと今こっちを外すと漏れなくこっちだけすっぴんになってしまうのでそう、メイクはまだちょっとしたらキラキラとかが目に入っちゃうので、メイクができないので、今日までぐらい漏れなくすっぴんがほなあかんでしょ鍵ありがとうございます。そう、漏れなくすっぴんまでついてきちゃいますので大変ですよね、それはもう痛くないけど、昨日よりは全然。クマさんの俵の生まれた名札の方、頭文字がさっきすごかったと思ってたの、おめでとうございます。ありがとうございます。クマさんのどうありがとうございます。もうすっぴんさらしたいじゃん。だってさらしたけど別に何回もさらすものさらしたくはないありがとうございます。いえ、はい、ということで、もう今日はもう本当に皆さん本当にありがとうございます。もうももはずっともうテストも終わって、大富豪も1位になれて、12周年公演も近づいてきて、もうテンションが今超上がってますクククククン、マリゲンクのアークワン、ありがとうございます。今日はですね、じゃじゃーん、なんかちょっといつもちょっと今日は3つパウンってしたいものがあるんですけど、ちょっとまずは B ステージへ移動したいと思います。ちょっと待ってね。こう、はい、こうして、あれ今のやつあった、はい、じゃーん、見える、はい、こんな感じです。はい、前来た時はついてるだったんですけど、今日は
おろしです。はい、ということで今日はこちらをします。じゃーん、なんとかなんとか投げテープ。投げテープをしたいと思います。こちらを投げるとなんかテープが出るみたいです。ちょっとよくわかりませんが、今日はこれでお祝いしたいと思います。はい、いい。よく見ててよ。なんか親指に引っ掛けて投げるみたい。せーの。あれあれあれ。あ、一個出た。待って待って待って。地味だけど出た出たよみんな。待って、超地味じゃない。みんなありがとうございます。なんか驚きも何もないんだけど。一応出たよ。はい、どう、アフロ、カラフルアフロ。ね、ちょっとシュドークラッカーみたいな。失敗、これ嘘でしょ。いいね、ありがとうございます。失敗なのこれ。はい、結構しょぼかった。じゃあ今日はもっと、もうあの過去で一番すごいやつをお見せします。じゃーん、すごいやつ。あんの、こうやってもうすごいやつって、もう今日はもうこんなんじゃ終わりませんよ。すごいやつを持ってきました。そのままのお名前でございます。すごいやつ、こちら大きな巨大クラッカーになります。ここを引っ張ると5メートル飛ぶそうです。5メートルも噴火っていうか発射するそうです。はい、今日はちょっと地味なやつが終わったので、今度はすごいやつをすごいやつをやりたいと思います。で、横にやりますよ。ドアに向けてやります。もう紐からして太くない？怖くない？超怖いんだけど。はい、すごいやつやります。めっちゃ怖いんだけど、こういう向き、ドアに向かってやりますね。行くよみんな。準備いいですか？いいですか皆さん。え、怖っ、え、怖っ、ちょっと行くよ。行くよ。中に、すごい、さっきのやつと全然違うじゃん。え、これもネットでポチしたやつです、ね、意外に大丈夫。え、すごいよ。でもなんかこれ、ほら見て、散らかんないんだ。ほらほら見て、こんなに出てきた。どう、金髪？金髪できる？ちょっとかゆい。ちょっとかゆい。え、めっちゃ、あ、ごさごさいけんじゃん、これで。すごーい。え、すごい。え、めっちゃ出たよね。うまー。すごい。すごい。ということで。改めまして皆さん、大富豪1、本当にありがとうございます。見えてますか、モモのこと。ということで今日はもうね、1位でももう
そう、何にでも1位なんてめったに取ったことがないので、もう2個じゃ終わりません。今日もう1個にしたいと思います。こちら、くす玉。もう嬉しすぎる。はい、ということでくす玉を終わりたいと思います。こんな連続でちょっといかない。くす玉は前のやつ、前割ったくす玉と同じなんですけど、なんか中身だけ変えれるみたいで、中身だけ変えました。ということでいきます。いきますよ。ちょっと待ってね。はい、それでは皆さん準備はよろしいでしょうか。いいですか。それではいきます。毎日毎日ライフがやってくれて本当にありがとうございます。それでは終わります。せーの、はい。見える？みんな、もう書いたんだよ。見えますか？撮りますね。はい、ももがさっき習字で書きました。祝もも CM へ生まれた。じゃーん、はい、書きました。ありがとうございます。そう、なんか祝、なんか祝の後に、そう、リビングの机で書いてたから、そう、ママとかもいて、ママに祝だったら丸ってこうやって書いた方がいいんじゃないって言われたんですよ。だから、まあ、丸って書いた方がいいんじゃないってママに言われたから、あ、じゃあ丸書くねって言ったの。もうこの丸だと思ってたのね、この丸だと思ってさ、この丸書くじゃん。でさ、ママにびっくりされるじゃん。何事かと思った。普通さ、祝ってさ、大きい丸なんだね。もうめっちゃちっちゃい丸書いちゃった。そう、ママは多分こっちを書いた方がいいんじゃないって言ってくれたんですけど、ももにはちょっとバカすぎて意味が伝わらなくて、もうこっち書いちゃいました。くす玉ありがとうございます。いや、なんでこんなところに丸書くんかなと思ってたけど、はい。はい、シュック、おも CM、 え、これはちょっと筆で折れちゃいました、ごめんなさい。はい、これは習字で書きました。習字で英語を書くことはなかなかないので難しかったです。はい、そう、これ一発勝負だったからめっちゃ緊張した。はい、ちょっと歪んでますね。ということで、クラッカーや、ちょっと最初のこれとすごいやつ以上、ありがとうございました。ありがとうございました。すごいやつ、本当にすごいんだけど、びっくりするほどすごかったよ。すごいやつ、ありがとうございます。そう、めっちゃ豪華だった。本当にすごかった。それはありがとうございます。そう、すごいね、匂ったよ。はい、ということで今日のテロップ出します。じゃん、503日ありがとうございます。はい、今日はに蚊に刺されました。ここ2箇所に蚊に刺されました。
ちなみにこれ書いたのは腕です。こうこういう腕、あ反対だ、こういう腕を書きました。学校え、わかんない、学校どこに、どこにあのどこで刺されてるかはちょっとわかんなかったんだけど、そう指6本あるんだって。嘘、指って5本だよね。間違えちゃった。ごめん。ちょっと書き直す。指1本多いね。ごめんね。1、2、3、4、5。はい。すいません。人間の指は5本です。ごめんなさい。6本書いちゃいました。ごめんごめんごめん。間違えた。大変申し訳ございません。間違えました。503日ありがとうございます。これはちなみに蚊でーす。はい、ということでですね、今日はまだまだ嬉しい気持ちと皆さんへの感謝の気持ちを表すために、次はケーキを取っていきたいと思います。レッツゴー。びっくりした、弟が隣の部屋にいたんだけど。ちょっと待ってて。びっくりした、もうがさ、ママママケーキ持ってきてって言ったら弟が食べたいって。ママなくて、じゃん、いつも全然うまく描けなかった、じゃーん、作りました。これは作ってないんですけど、このチョコペンはもう頑張って描きました。そう、このあの生クリームを頑張って盛り付けて1位の1をここに描きました。はい、そう、これはロールケーキなんですけど、ロールケーキってさ長くなってんじゃん。その長いやつを頑張って包丁で切りました。はちゃはちゃはちゃ、ありがとうございます。1位、いい、ありがとう、おもたん、怖いけど、はい、それではスクリーンショットタイム。ちょっとさ怖いからあんまり傾けれない。怖いからあんまり傾けれない。はい。食べられるものですよ。あ、カメラを傾ければいいのか。ん？ちょっとママにはよくわかんない。まあいいか。ということで、今日はこちらを食べたいと思います。もうチョコペンを、チョコペン、チョコペンじゃないや、それ裁縫セットのやつだ。チョコペンを必死にあのお湯で溶かして頑張って描きました。はい、ということでの前に、はい、いきます。顔面からいく、うん、かな。やだ。それでは行きます。皆さん準備はいいですか？準備できたら言ってください。デカビタです、今日はデカビタです。はい、皆さん準備はできましたか？今日はストローつけました。はい、いいですか？それでは行きます。こっちの準備が。ちょっと待って、蓋が取れた。それではいきます。大富豪1、ありがとうございます。乾杯。
ガキーン。おいしい。おいしい。やっぱデカピタが一番好きですもん。それではいただきます。これどこから食べればいいべき。じゃあこっからいきます。いただきまーす。うん、甘い。美味しい。ロールケーキって感じ。それでは、ももの大好きなフルーツ、みかん。フルーツ大好き。肉汁たっぷりですか。はい。いや違う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 でしょ。おいしい。これ食べれると思う。顔ごと食べれないか。はい、どうぞ。こちらオレンジの赤のみかん、グレープフルーツかな。いただきます。はっ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 めっちゃ酸っぱいよこれ。何回言うの。違う、すんばかったの本当に。それでは1位のイを食べたいと思います。さっきちゃんと手を洗いました。はい、イ。うん、チョコ。乗せていきたいと思います。え、絶対美味しいよね。位置が崩れちゃった。待ってね。はい、位置がちょっと少々崩れました。はい、あしい。はい、どうぞ。今度は一口でどうぞ。リアミン。おいしい。それでは最後の一口いきます。あ、ハート、うん、これハートも書いたんだ。どう、上手。
後の一口いきます。生クリームが甘いで、あのスポンジも甘いのですごい甘いロールケーキで美味しかったですごちそうさまでした。それではロールケーキは溶けちゃうので一旦撤収させます。撤収、ちょっと待ってしましたか。はい、やっぱしましたね。1位のロールケーキなので1位の味がしました。ありがとうございますはい、ということでじゃん、もう言葉ではなんかうまく何ありがとうの気持ちが伝えれないので今日はお手紙を書きました。読みたいと思います。可愛くない封筒、なんかタピオカの封筒ですはい、タピオカの封筒です。そう、うまく言えないのでお手紙で読みます。こんな感じ、全然見えんねそれでは読みます。いきますよ、準備いいですか。はい、応援してくれたみんなへ。8月の予選から今日まで2ヶ月間毎日毎日大富豪をやってくれてありがとうございました。お仕事で疲れているのに朝早くから夜遅くまで本当にありがとうございました。皆さんのおかげで1位になることができました。ももの CM に出たいという夢を叶えてくれて本当に嬉しいです。毎日朝早くから大富豪してたからもものせいで寝不足になっちゃりごめんなさい、なったりしてごめんなさい。今日も朝5時から30分しかやる時間がなくて一人でやるつもりだったのに30分間もものカードの方ばかりで本当に嬉しかったです。7月終わりに CM に出たいってみんなに伝えてからこの2ヶ月間直接は会えないけどみんなとの距離がすごく縮まった感じがします。アットマークもも CMM を名前の後ろにつけてくれてみんなで一つになって大富豪してる感がすごくあってももはすごく楽しかったです。一人一人お礼が一人一人直接お礼が言えないしショールームでもお名前が呼べなくてごめんなさい。いつか直接会えるときにありがとうを言いたいです。ももよりありがとうございました待って、いいとこで噛んじゃったんだけどはい、そう、もも自分でパッパッパって喋ることはできないんですけどこれがももの気持ちです。めっちゃいいとこで噛んじゃったいいとこで噛んじゃった。待って、寝不足に なったりだよね。見てこれ、見て、なっちゃりしてって書いてあるんだけど、これほらなったりしてなってまあまあまあはい、皆さん本当にこの2ヶ月間大富豪本当に毎日毎日やってくれてありがとうございます。でもですよ、まだ大富豪は全然ありますので今日ももう大富豪よりやりたいです。ももは大富豪好きなのでももは2回はやらないです。20時から20時45分までの20時半まで、20時半か20時45分ぐらいまで大富豪ももはやってるので皆さんはお好きな時にちょこっとずつやけると嬉しいです。テレビのやつは
出たいんですけど、まあ、もは無理するけど、まあ、みんなは無理しない程度に今まで通り応援してくれると嬉しいです。はい、そう、大富豪ばっかやりすぎて、大富豪でモモの声を聞きすぎて、あのモモのことを嫌いになってもちょっと困るので。はい、出たいんですけど、まあ、今まで通り応援していただけると嬉しいです。今まで通りっていうか応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい。はい、よろしくお願いします。もうママ頑張ってるね。ちょちょちょ、なんかママさっきやったらなんかさ、なんかめっちゃ上がっちゃったって言ってた。10件のカードを使ったらダメですか？刺してください。刺してください。桃から何も言いません。はい、桃から何も言いません。刺してください。桃刺してこしてくださいってもう言葉覚えたから。はい、刺してください。何とは言いません。はい。何とは言いません。はい、ですが刺してください。石になりました、ちょっと。はい、皆さん本当にね、この2ヶ月間本当にありがとうございました。怖いもん出そう。さんつけないでやめてよ。さっきのお手紙は何だったのか違うよ。これはモバイルメールにまた改めて写真を送りたいと思います。はい、なので皆さん本当にありがとうございました。またこれからも応援よろしくお願いします。いい風にしまった。本当に皆さんありがとうございます。ありがとうございました。そう、今日もびっくりした。もう今日4時45分に起きて、あの朝、5時から5時半まであの大富豪やってたんだけど、まあ、マッチング遅いかなって思うじゃん。遅いかなって思って、まあ、いつも通りに押したんだけど、そしたらすごいみんな、たくさんの方が、そう、本当に5時台は本当にモモのカード買っただけで、本当に、まあ、1人2人は違うカードの方はいたんですけど、本当にモモのカードの方ばっかりで、もう知ってる名前が次から次に。そう、次は誰かな、もう知ってる名前が次から次へと画面に現れ、サイリウムをたくさん振ってくださって、本当に皆さんありがとうございます。びっくりした。すごいね、この2ヶ月間で多分パラダイスとか、そのパラダイスのあの星、水色になって次緑になってレインボーになるんですけど、その、ね、この2ヶ月間で最初はね、結構ロマンスとかのときめきとかそういう方が多かったんですけど、なんか今多分みんなね、みんな本当にパラダイス、そう、パラダイスにみんな結構星がついてて、すごい多分モモのパラダイスを持ってる方すごく、あの2ヶ月間で増えたと思います。ありがとうございます。そう、パラダイスを持ってないとしたら、モモの称号を持ってくださってる方すごい増えたね。星4つまで行きました。すごい、ありがとうございます。そう、やっぱ5分間隔もね、でも5分間隔もファンの方に教えてもらったんですけど、5分間隔って言ってからすっごい当たるようになった。ありがとうございます、教えてくれた方。本当にこれからもよろしくお願いします。まだ奇跡、え、でもさ、称号を持ってる方も増えた。そう、あとなんか、メールの返信で
なんかモータンいなくてもモータンのカードの方同士でサイリウム振り合ってるよっていうのを見てめっちゃ嬉しかったですそう、なんかモーがいたらもうみんなサイリウムを必ず振ってくださってるんですけど、モーがいなくてもみんなモーのカードの方同士でサイリウムを振り合ったりし、あのめっちゃ好きを押したりしてるんだなとめっちゃ嬉しかったですそう、めっちゃ嬉しく、もうそこに入れてほしいんだけどもう、あと結構パパがパパもモンパパっていう名前で大富豪してるんですけど、なんかすごいパパにもむっちゃ好きをそう、なんかパパが前会社でやってる時にモーのカードの方と当たって、その時になんかモーがいなかったからパパどうしていいかわからなかったらしくてすごいむっちゃ好きを押されたよっていう報告を受けましたそう、あのすごい照れて帰ってきてましたなんかめっちゃ好きめっちゃ押されたんだけどみたいな、うん、ありがとうございますもうすごいあのすごくあのむっちゃ好きを押されたそうです、ありがとうございます。家におるときはね、ももが横からちょちょちょいってスタンプをしたりしてるんですけどそう、皆さんありがとうございます。これからも、はい、これからもまあ大富豪全くやらないってわけじゃなくて、これからも楽しく今まで通り楽しく大富豪をしていきたいと思います。よろしくお願いします。そう、今ね握手会とかがないので、そう、大富豪のね、人数が 4人でやるのはね、すごく貴重なので、ぜひこれからもよろしくお願いしますパパに脳装備してもらうのって、装備してないんだよね、パパ装備してないよね。ということで、今からクイズをしたいと思いますはい、ということで一回だけクイズをしたいと思います。それではいきます大富豪クイズ。今から大富豪クイズを1、2問出したいと思います。まず第1問、じゃらん。大富豪の対戦で一番困ったシュタンプは何でしょう。お答えください、コメント欄で。大富豪の対戦で一番モーが一番困ったコメント、あのシュタンプは何でしょう。待って、弟の子がめっちゃ聞こえちゃう、ごめんね弟なんかあのお友達とインターネットでなんかつないで声出しながらなんかやってんだけど、ごめんね聞こえちゃうよね優しくしてね、ノーなんか聞こえてごめんいや、パオ、本当にそれでいいの、本当にそれでいいの、忖度よろしく、泣く、お友達によろしく、そんなんあったっけ、忖度なしごめんごめんそんなんじゃない、今もう誰一人出てない。それでは正解言います。正解はモーロー、モモのカードでもないのに推しメンテスト打たれた時なんかすごい、なんかめっちゃなんか誰々神推しみたいなそう、すごい推しメンテストを打ってくださるのはすごく嬉しいです。でもなんかめっちゃなんかもうアイコンもだし、もう SEC 覚醒してるし、もう称号も誰々神推し、もう激神推しみたいな、そんなんないか神推しみたいな、もうザ、あるメンバーのファンって感じなのに、すごい、ももが、ポンポンとか押してて、めっちゃ、押し面です、打たれて、これはどうしたらいいべきか、と思って、嬉しいな、押しちゃった。はい。はい、なので、もう、ももに押し面ですを、打たれたらボンボンもう信じ込むので、しっかり、はいもう信じ込みますので、ボンボンははい、
推しメンですそこでノーやる、いやいやいや、ちょっと嬉しくなっちゃったはいはい、なんで皆さんぜひともこれからもモモのカードで推しメンですよろしくお願いします続いて第2問、じゃらん、大富豪でモモをたまにミスをしてしまいました、なんでしょう。大富豪でちょっとミスをしてしまったことがあるんですよ。10機のカードを装備して推しメンデスを押すとどうなりますか、指してくださいファーストクワガリ、うん、そんなんじゃない、もうそれもするんだけどかなりするんだけど、それもここここ、こんマリケイコのアークワン、ありがとうございます。サイリウムの買い忘れ、ミトさんを残す、はい、ありがとうございます。おしめを他の子、おし子にしてた、違う、一丁前にさせた、ハッチも交換、寝落ち、うん、充電切れ、うん、証拠間違える、うん、須田さんだけどデッキやった、うん、あるけどそのデッキも今アモのデッキです、正解います、正解はごめんなさい、モモはあのテロップ上に、モモ大富豪のテロップを対戦中、そのモモがやるよっていう時間にはいつも大富豪とか富豪とか出してたんですけど、すいません、もう前あの大富豪、自分ももが 大貧民だったのに、あの大富豪とテロップに出してしまいました、大変申し訳ございません。前は富豪だったのに大富豪と出してしまいました、大変申し訳ございません。2回ぐらいミスりました、大変申し訳ございません。これから本当に気をつけますっていうのは、大富豪、まあ、大は似てんじゃんねそれで大貧民だったのももは、でも大富豪って出しちゃったごめんよそう、でもその時もあのモモのカードの方と当たって、あれって思うよね、ごめんねあれって思うよねごめんねはい、ね、申し訳ございませんでした普通に間違えてました普通に間違えてました、ごめんなさいということで大富豪クイズ以上になります、ありがとうございましたありがとうございました、そうめっちゃね間違えちゃっためちゃめちゃ間違えちゃったはい、それでは最後に音を歌って終わろうと思います、ごめんね、あのなんかカラオケの履歴歌おうと思うんですけど、あの、ま、なんかね再起動をして、多分アプリを再インストール、またインストールしてやればいいんですけど、多分できると思うんですけど、なんか自分のねこの平野 SK48 研究室平野モナのルームのアカウントはなんか番号がいるんですよ、入れるときにね、それでその番号が前入れたやつがちょっと今日1時間ぐらい前にちょっと再起動しようかなみたいな思ったの、再インストール、でももしもここでつかなくなり、そしてパスワードを入れれなくなり、もしもマリチャイドが途切れてしまったらと思ったので、ちょっと明日か明後日かちょっともう一人ではできないので、パパとかママがやるときにゆっくりしっかりちゃんとやりたいと思います、なので今日は履歴で許してください、よろしくお願いします。タイトルが途切れたら怖いので、過去に一回途切れたことがあるので怖いのでごめんなさい、あれ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 、ごめん、ごめん、今のモモのミス
履歴で押すって言ったの普通に検索ボタン押しちゃったごめんごめんごめん、普通にね検索ボタンをももが押してしまいました。大変申し訳ございませんごめんごめん検索ボタン今いけないって話をしてたのにしてたのに普通にいつもの癖で押しちゃった、ごめんなさい。それでは履歴から歌います、ごめんねそれでは聴いてください、平野モナで賛成かわいい。あはいはいはい、賛成かわいい、じゃじゃ青空ゴーゴーつんだしで音の気持ち、指さして噂する男子たち、僕たちのマドンナにしようぜ、湿れた数月賛成かわいい、ラブラ隠すよのノップキメキを平常をし、賛成かわいいを聞いていただきました、ありがとうございますありがとうございます
ということでランキングを読んでいきたいと思います。それでは13位からいきます。13位の生まれたのぼとの方、ありがとうございます。12位、生まれたのぼとの方、ありがとうございます。11位の生まれたのぼとの方、ありがとうございます。10位もう一本棒の生まれたのぼとの方、ありがとうございます。9位もう一本棒の生まれたのぼとの方、ありがとうございます。8位の生まれたのぼとの方、ありがとうございます。なんで読まないんですか？今名前が読めないからですごめんね。ラッキー7、名前が呼べるようになったらちゃんとみんなにお礼言いたいです。一人ずつ一文字目も難しい感じにしようかな。どうやって表すのラッキー7、一本棒の生まれたのぼとの方、ありがとうございます。6位の生まれたのぼとの方、ありがとうございます。5位、ちょっと漢字は難しいのでひらがなでの生まれたのぼとの方、ありがとうございます。4位の生まれございます。3位、イボボの生まれたのぼとの方、ありがとうございます。2位の生まれたのぼとの方、ありがとうございます。長谷ちゃんもありがとうございます。それでは今日はせっかくチアガールの衣装を着たので、ガサガサは全身アップで、全身アップ、おかしいね、全身コーデが見えるようにBステージでガサガサをしたいと思います。はい、それではいきます。ピンポンパンポン、チク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 ジャン、こんにちは。で、の生まれたのぼとの方、ありがとうございます。ありがとうございます。それではいきます。今日のガサガサ、もう一人みたいになっちゃった
きょんちゃんが青春ガールズ公演現地見に行くようになってすごい30名の方の中には当たったんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しみに待ってます。12周年公演は10月3日から始まります。ぜひ皆さん見てください。あと今日はブログの日です。ブログショールームやる前に送ったので今上がってるかな、上がってないかな、上がってるから、あと上がってないかちょっと分かんないんですけど、上がってた、あ見た、上がってたら上がってますね。じゃあぜひ皆さんブログのチェックぜひよろしくお願いします。写真はサーヤと池田とのやつです。ぜひ見てください。よろしくお願いします。シアターの女神いきますね。いいよね。ちょっと席変わってで席変わってももにもももにも変わってほしい、見たい。須田さんが見たい。ちょっと隣に座ってちゃダメですか。池田を呼び捨て、そう、なんか最初はあの池田カエデのカエを取ってカエピーって呼んでたんですよ最初は。でもなんか日が経つにつれて池田になっちゃった。はいはい、でもいつも仲良くしてくれて嬉しいです。この前はうまるまるのファイルをくれました。アンパンマンのペロペロのチョコ、アンパンマンのペロペロチョコもくれました。はい、ということで7300人の方見てくれてありがとうございます。今日の大富豪は20時から21時ごめんなさい間違えました、21時から21時45分までやります。ぜひよろしくお願いします。改めて皆さん本当に大富豪一ありがとうございます。これからもみんなで楽しく大富豪やりたいです。よろしくお願いします。星もゲストもありがとうございます。タオもありがとうございます。本当に皆さんありがとうございます。ということでニニしたいと思います。左手出して右手出して、せーの、ニニありがとうございました。バイバーイ、ありがとうございました。